構インクラインのあのダンベルでストレッチってダンベル強くできるじゃないですか、はい、深く下ろせるんで、はい、このこっちに下ろしたくないんですかね皆さん多分。おじゃなくてちょっと肩よりも肘が前の方ですね、はい、このラインの方が上部が伸びるんで上は、はい、なんで上に入れたいんだったらこっちにストレッチする感じです。こっちに貼ると大きい筋肉が伸びるんで真ん中とか、はい、力は出やすいと思います、うん、はい、重いとやっぱり結構肘張っちゃって、はい、多分本能的にいくと思います、うん、はい、インクライン若干ちょっとこう足元寄りにストレッチかけると入りやすいですね、うん、こういう感じですね、うん、終わります。はい、でこっちからちょっとこれがまっすぐになるとこは平選手のこうお尻全然ついてないです。ちょっと浮いてますね、はい、足でまあまあ踏ん張ってます、はい、でちょっとベンチをこう挟んで、はい、いう感じですね、はい、内転で締めてその方がいいですよ、あの腹圧かかるんで、うん、こうダンベルやる場合っていうのはベンチとの間滑った方がいいんですか。ああ、そうですね、肩甲骨がちょっとフリーに動く方がいいですね。逆にベンチなんかはべったりこう固まった方がいいですね。なんかよくネットみたいな滑り止めのやつ使ってる人いますよね。あれは結構肩甲骨固めてるのかな。あれベンチだったらいいですけど、ダンベルはあんまり固めない方がいいかなと思うんですね。若干軌道が内側に入るんで、内側入れたいのに邪魔しちゃうじゃないですか。肩甲骨をある程度こう戻してきたら内転して、押し込んだらそれなりにちょっと開いてくる感じです。結局あれですよね、こうやってあのエアで収縮させてこれをダンベル持ってやるだけなんで、それをダンベル持つと難しいよってことですよね。重いの持っちゃうとね。重いの持てば持つほど結構浅くなったりとか。もちろんそうですよね。変なところに降りてきたりとか。そうですね。これ最適な自分に最適な重量を見つけるのはどういうところ注意したらいいでしょうか。まあだからちゃんとフォームが、こんなんですかね。自分の中ではちゃんと同じライン通ってるなっていうところで。最後の1回だけ必死に上げるぐらいだと一番僕の中ではちょうどいいかなと思います。最初から必死はもちろん必死で上げるんですけど、必死の意味が違いますよね。いきなり何としてでも上げようスタイルはダメですね。スタンスはダメです。だからまあ例えば最後の1回だけはもうお尻上げちゃってほぼフラットになっちゃってプレスしても、じゃあ無駄、それが無駄かっていうと無駄にはならないじゃないですか。
はい。よいしょ。いくらい終わり。はい。そのままフラットで。All right.